ついに帰ってきたわ。どうしたの狐さん、今帰ってきたの？お帰り。そうじゃなくて、ついにあれが帰ってきたのよ。これよ、これを早く見てちょうだい。たぬきさん、うぐぐぐ、顔が埋もれてぐるじいんだけど。ギズネさん、あら、近すぎたわね。はあ、窒息するかと思った。それで、一体何の話なの？ほら、これ見てちょうだい。これってあの、あのジャポニカ学習帳よ。はい？ジャポニカ学習帳って、小学生が使ってるようなノートだよね。僕も知ってるけど、ただのノートで、なんでそんなに興奮しているの？何言ってるのよ。ジャポニカ学習帳は発売されて50年、累計販売数14億冊を超えるロングセラー商品で、かつてはいろんな植物や昆虫を表紙にした定番の表紙が人気で。だから近いって。近いよ、キツネさん。なんだかよくわからないけど、つまり何がどうなったの？ジャポニカ学習帳の表紙に昆虫が戻ってきたのよ。ふーん。反応薄いわね。いや、そもそも、表紙に昆虫が戻ったって、使われなくなってたのも初耳だし、そんなに興奮するほどのことなのかな。はあ、これが世間一般の反応なのね。というわけで今回は、ジャポニカ学習帳の昆虫シリーズについて紹介していくわ。なんだかマニアックな解説になりそうな予感。ジャポニカ学習帳といえば、小学生の頃に誰でも触れたことがあるほどのロングセラー商品で、その表紙は今まで、昆虫や花や植物など様々な生き物が飾ってきたんだけど、実は2012年以降、ジャポニカ学習帳の表紙は花だけになってしまったのよ。へえ、確かにこの写真のラインナップも花だけになってるね。2020年8月24日のニュースで、ジャポニカ学習帳は1970年の発売から50周年を迎え、これまで累計14億冊も販売してきた実績があり、今大人になった人の頭の中にはカブトムシやクワガタムシなどいろんな昆虫の写真が使われた表紙をイメージするかもしれないけど、2012年、昆虫写真を使った表紙がなくなり、もう8年間も姿を消してしまっていたわ。そして2020年、販売50周年を記念して、再び、パプア金色クワガタなどが表紙を飾る。昆虫シリーズが復活して、数多くの生き物好きが喜びの声を上げていたわ。8年間も表紙からいなくなってたのは全然知らなかったけど、そもそも、なんで昆虫の写真が使われなくなったの？やっぱり気持ち悪がられてるから？半分冗談だったんだけど、まさか。そのまさかよ。ひえ、キツネさんがお怒りだ。いいえ、怒りというよりも、悲しみの気持ちの方が大きいわ。ほ。2012年から昆虫写真が使われなくなったのは、子供たちからこんな意見が上がったからよ。このノートの虫の写真が怖い。理科は大好きなのに、ノートの虫が嫌いだから理科も嫌い。嫌だからこのノート使いたくないよ。あらら、僕も虫はあまり得意じゃないから気持ちはわかるけど。そんなこんなで、昆虫が苦手な子供や女の子から気持ち悪いという声が寄せられた結果、ジャポニカ学習帳は、これまで40年以上続けてきた昆虫シリーズを中止し、誰からも嫌われることのない花の写真だけが使われるように変わっていったわ。これについて、昭和ノートの開発本部学習帳開発チームの係長である小原さんは、2012年から表紙から昆虫がなくなりました。そのきっかけとなったのは、弊社が行う小学校向けのサービスの普及です。十数年前から行っているサービスで、学年によってノートのマス目の数や行数などが違いますから、新学年に変わる際に先生方がノートをご用意されておけば、保護者の方が揃える手間も省けますし、授業をスムーズに進めるためにも効率的と好評をいただいております。ふむふむ。ジャポニカ学習帳は50種類ほどあるのですが、算数の14マスの様式となると1つの品番しかありません。つまり、1つの種類につき1つの表紙しか選べないのです。だから、昆虫が苦手な子にも配布してしまうことになってしまって、先生方から虫が苦手な子がいて嫌がっている、といった声が目立ってきたことなどから、昆虫から花の写真に変えた経緯があります。そんな複雑な事情があったんだね。それだけの理由ではない、と補足はしたものの、やはり懸念材料になったようで、昆虫が苦手な子にもノートを配布せざるを得ない状況から変更を検討。それに加え、それまで取材班が日本にいない海外の美しい昆虫を撮影していたんだけど、なかなか表紙にふさわしいような、
いいモデルの写真を撮影することができなかったこともあり、消費者の事情、企業の事情という2つの理由が重なって、表紙から昆虫が消えたのよね。ちっちゃい子が苦手なのはしょうがないと思うけど、やっぱりドアップであそこまで綺麗に写真を撮るって難しそうだもんね。そういったいろんな事情があったものの、今回50周年という節目で復活と話題に。すると、たぬきさんと同じように、ジャポニカ学習帳から昆虫が消えていたことを初めて知った。という話になり、ツイッターのトレンドに上がるほど大きな話題になったわ。実際、昭和ノートさんも、昆虫シリーズはブランドとして大事にしていたこともあり、表紙はどれも世界に1枚しかないオリジナル写真。この昆虫シリーズを支えてきたのは昆虫生態カメラマンである山口進さんで、子供たちに自然を愛する心を育んでもらいたいという願いが込められており、いつか復活させたいという思いから今回昆虫写真が復活したのよね。そういえば裏表紙とかノートの中にも面白い解説がたくさんあったよね。今回の昆虫シリーズ復活は、小さい頃からジャポニカ学習帳を触っていた人の中でも賛否はあったけど、やっぱり近年の昆虫ブームの勢いも借りて踏み切ったのは英断だと思うわ。昆虫ブームなんてあったっけ？ほら、最近だと無印良品から出たコオロギせんべいが話題になったじゃないの。いや、そんな知ってるのが当たり前みたいな感じで聞かれても。あら、知らなかったのね。2020年5月に無印良品から本物のコオロギパウダーを練り込んだコオロギせんべいが販売され、SNS でいろんな意味で話題になったわ。そりゃそうでしょ。でも、昆虫食の動画でも言ってたけど、コオロギって美味しいんだよね。そうそう、意外かもしれないけどコオロギは昆虫の中でも特に美味しいことで有名で、成分としてはエビやカニなどの甲殻類に似た旨味成分が含まれていて、とても美味で、今後訪れる可能性のある食糧難の問題を解決するため、徳島大学の研究をベースに無印良品が共同開発。コオロギせんべいはタンパク質が牛、豚、鶏の3倍で、生育に必要な環境コストも少なく、小スペースで大量に飼育が可能といったメリットから注目されている食材でもあるのよ。でもコオロギせんべいって名前のインパクトがちょっと。実際のおせんべいはただの薄茶色のエビせんみたいなもので、完全にパウダーになっていて、その食感も風味もエビせんそのまんま、知らなければ普通にパクパクいけちゃう代物なのよ。エビせんにそっくりなんだ。このように栄養豊富で低カロリー低コストで生産できる未来の救世主として昆虫が注目されることもあったり、ヒアリの水に浮く能力から水に浮く金属が開発されたり、エメラルドゴキブリバチの持つ神経毒がパーキンソン病の治療に注目されたり、科学が発達した現代でも昆虫や生き物からヒントを得て生まれるものもたくさんあるのよね。昆虫ってすごい能力たくさん持ってるよね。近年の生き物ブームでテレビでも取り上げられて、たびたび話題になるんだけど、実際のところ環境の変化で昆虫が世界中で減少しているのも事実で、専門機関の調査では向こう10年で全体の 40% が絶滅する恐れがあるとも言われ、気候変動、殺虫剤、放置された山林など様々な問題も抱えているのよね。そうなんだ。昆虫の凄さには注目されているものの、リアルの昆虫との関わりは年々減っていて、今昆虫たちがどのような局面を迎えているのか、新たに考え直す時が来ているのよ。話を戻すと、今回のジャポニカ学習帳は消費者の小さい子、企業側の2つの問題から変更に踏み切ったものの、やはり昆虫が苦手、嫌いだからなくしてほしいという要望が多かったのも事実。私は全く正反対で昆虫を愛しているし、度肝を抜くような不思議な生態に魅了されているけど、タヌキさんや投稿主のローさんみたいに昆虫が得意じゃない人も多くいることも知ってるわ。キツネさん、ムカデのドアップ動画とか使おうとしてローさんに全力で止められてたよね。うちのチャンネルの動画をずっと見てる人はわかると思うけど、昆虫を映像で出すこともなければ、人を選ぶ生き物の時は事前に注意書きを出したり、写真を使う時もちょっと控えめのサイズで出したり、いろいろ配慮しているのよね。本当はデカデカと出したいんだけど。キツネさんの暴走を抑えるのも大変なんですよ毎回。あ、どこからともなくローさんが。その通り、うちのチャンネルではいろいろと出す写真にも配慮しているのですが、それはびっくりしたり、気
気持ち悪い生き物が出るかもしれないから見るのを控えよう、という人を一人でも減らすために行っているもので、自分が見たくないから使ってないわけではないんですよね。というと？僕は昆虫の生態を調べたり、写真や動画を見たりするのは平気なんですが、実際に触ったりするのは、セミとかカナブン程度でも絶対無理なタイプなんです。一年半もこんなチャンネルやっているのに、すごく意外よね。それじゃあなんで生き物系の動画を作っているのか。だって昆虫って面白いじゃないですか。Gをゾンビ化させて操るエメラルドゴキブリバチとか、モフモフで可愛いカイコガとかオオスカシバとか、他の生き物にはない面白い生態や、不思議な行動をとる生き物がたくさんいるんですよね。確かに、他の生き物を操ったりする寄生バチは、とても不思議で最高よね。僕は昆虫が触れないぐらい苦手でも、他の生き物と同じく昆虫の生態はとても好きですし、生態系を支える役目を担っている、という意味でも彼らは重要な存在です。もし昆虫がいなくなれば、それらを捕食する小鳥や小動物たちは餓死してしまい、それらを捕食する鳥や大型動物がいなくなる。食物連鎖が破綻してしまいます。ですので、家の近くに現れた虫を駆除するのは、必要な防衛策だと思いますが、嫌いだからという理由だけで、必要以上に駆除したりないがしろにされているのを見ると心が痛みますね。そうね、昆虫は、生き物の中じゃ軽視されることの多い生き物だから。動物愛護習慣とか愛鳥習慣はあっても、愛虫習慣はないものね。そう言われれば確かに。前に紹介した仙石先生も、愛鳥習慣はあるのに、他の生き物の習慣がないところや、特定の動物を守りすぎた結果、捕食動物が過剰に犠牲になっていることには目を向けなかったり、そういった人間の好き嫌い愛護で自然環境が左右されてしまうことにも憂いていたわね。生き物で好き嫌いがあるのは僕も同じなので、それを否定したり、無理に好きになってもらいたいわけでもありません。ジャポニカ学習帳から昆虫が消えたのも時代の流れや、選択肢がなかったことで起きた不幸な事故だと思いますが、嫌いだから、という理由で表紙から消えてしまったのは、やはり悲しい気持ちになりました。特に最近は都会に住む子たちも多くなり、昆虫と触れ合う機会も少なくなっているので、そういった表紙から知る機会が失われて、苦手意識を持ってしまうのは大きな損失だと思います。長い目で見ると大事なところよね。昆虫も同じ地球に住む仲間であり、生態系を支える大事な役目を担ってること、そして、めちゃくちゃ面白い生態をしているということを、動画を通じて知ってもらいたいです。苦手な僕が配慮してまで昆虫の動画を作ってるのは、そういうことなんですよね。そういえば少し前にも、動画を見て生き物が好きになったってコメントが来てたよね。そういったコメントを見ると、配慮ありで動画を作ってるのも意味があったのかもしれないわね。苦手だったけど、生態や魅力を知ることで生き物が好きになる人もいると思いますし、できるだけ排除せずに、子供たちの知る機会だけは守ってもらえると嬉しいですね。好き嫌いもあるかもしれないけど、知ることで見方が変わることはあるもんね。僕も昆虫食を知ってから、美味しい昆虫はちょっと好きになったし、じゅるり。なんか違うような気もするけど、そんな感じですね。それじゃあゴキブリ特集もしてみましょうよ。僕はちょっと用事を思い出したのでここら辺で。あ、逃げたわね。ローさんも苦労してるな。変な生き物チャンネル。以上がジャポニカ学習帳の昆虫シリーズについてのお話よ。ノートの表紙だけど意外と深い話だった。あまり気にしたことなかったけど、嬉しい人には嬉しいニュースなんだね。そうね、これを機会に昆虫や生き物に興味を持ってくれる小さい子が増えると嬉しいわね。そうだね。でもここまで虫についていろいろ考えてみて、私はふと一つの疑問にたどり着いたのよ。ん？どんな疑問？人はなぜ虫嫌いになるのかよ。は、確かに全然考えたことなかったけど、虫嫌いな人って多いよね。タヌキさんだって虫は苦手だからね。ダンゴムシとか小さい虫とか、カブトムシとかなら平気なんだけど、ムカデとかゴキブリとか、見た目がアレだったり、大きな昆虫はちょっとね。でも、私の方は、そんな不快害虫も平気だし、手に乗せることも普通にできる。この昆虫の好き嫌いが、一体どこから来るのか全然わからないのよ。例えば、犬が苦手な人とかは、小さい頃に犬に襲われたとかエピソードがあったり、木についていた毛虫に気づかずに触ってしまい、かぶれたのがトラウマになって嫌いになったとか。
そういう風に危害を加えられて嫌いになったという話なら納得できるんだけど、虫が苦手な人の多くは特に理由はないけど苦手という人が多くて、そういった嫌う人が大半だからこそ、今回のジャポニカ学習帳のように排除されたケースもたくさんあるわ。哺乳類、鳥類、魚類とかはみんな平気だけど、爬虫類とか昆虫は人を選ぶイメージがなんとなくあるよね。それでも爬虫類カフェが女性に人気だったり、 YouTube の中にも昆虫系 YouTuber がたくさんいたり、高いお金をかけて珍しい昆虫を飼育している人がいるのも事実。現在進行形で昆虫が苦手な人たちも、小さい頃はアリやダンゴムシはもちろん、カナブンやセミやバッタなどの中ぐらいのサイズの虫も平気で触れたけど、時間とともに触れなくなったとか、小さい頃から都会暮らしで虫に対する免疫がなくて苦手になったとかとか、いろんな理由が考えられるけど、何が大きな理由なのかもっと調べたいと思ったのよ。キツネさんの変なスイッチが入っちゃったみたいだぞ。というわけで、昆虫の好き嫌いアンケートを実施するわ。締め切りはこの動画が公開されてから1週間ぐらいを予定しているから、もしよければ QR コードや概要欄のリンクから飛んで回答してもらえると嬉しいわ。そんなの集めてどうするの？人はなぜ昆虫が苦手なのかというのをアンケートを元に動画にするのよ。で、哲学的なテーマですな。たくさんアンケートが集まった方が統計的にいいデータが取れると思うし、ぜひ視聴者さんの力を借りて面白い動画を作ってみようと思ってね。3分もかからない選択式のアンケートだから、ぜひ回答してもらえると嬉しいわ。せっかくだし僕も回答しとこうかな。ふう、これで話したいことは十分話したから。ん？というわけで、昆虫生態カメラマンで山口進さんの渾身の力作が表紙に使われた50周年記念のジャポニカ学習帳は8月27日より順次販売開始。全10種類で美しい昆虫の迫力ある写真とユニークな紹介もノートの中に収められているわ。そして昆虫が苦手な子にもおすすめな可愛い昆虫イラストシリーズも同時発売。1冊190円。ぜひこれを機会にコンプリートして小さい子たちに布教してちょうだいね。あれ？これって企業案件か何かなの？今日の動画はここまでです。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ツイッターもやってるので、そちらのフォローもぜひ。それではまた次の動画でお会いしましょう。